影の感想はですね、はい、日本で撮ったのとあとセブで撮ったので、やっぱりセブとはやっぱその違いと、あと一番は29歳の時に撮ったのと30歳ピチピチになってから撮ったっていうので、ちょっと今日はね、あのアダルトと言いますか、そういう大人なイメージでちょっと撮らせてもらったので、そういった表情の一つの違いやなんかいろんな、まあ、ショットがありますので、それを楽しんでいただけたらなと思います、はい、だからそういう意味でなんかセブで撮った時と、まあ、今日は今日でまた違った楽しさがありましたね。30歳の抱負はね、まあ今こうやってねお仕事いただけてるっていうのは当たり前じゃないので、その一つ一つを大切に役に全うして、でこうやってね写真とか撮っていただける機会とかもね、もっともっと増えれればなと思ってますので、ね、もうそこですね、一つ一つの仕事を本当に着実にといいますか、しっかりとやって、でもっとより良いレベル上に上がっていけるように頑張っていきます。セブと今回ね日本で撮った写真ですけれども、まあ、全然本当に違いますので、今までに見たことない上田寛大が多分たくさんその写真集の中にギュッて詰め込めましたので、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。